にちは、ハッピーバンクの江角です。本日ご紹介するのはこのスマホバンド、ケースじゃないですよ、バンドです。使い方はこの通り、 iPhone にたすき掛けですね、斜めにたすき掛けしてつけるバンドです。これをどう使うかっていうと、電車の中で iPhone を片手で持ったりだとか、寝転がって iPhone を持ってる時に画面の左上まで届かないとか、画面の下まで届かない、その度に持ち帰るとどうしても iPhone が落ちてしまう、そういう時に便利なスマホバンドです。こうやって指を通して iPhone を持つと、もうすごく安定するので、画面の上から下まで持ち帰ることなく指が届くんですね。私結構手小さいんですけど、このスマホバンドを使えば右手でも左手でも画面の上から下まですぐ届きます。便利グッズですよね、これね。で、このバンドなんですけど、こちらハードタイプです。で、もう一つ今つけてるのがソフトタイプなんですね。で、何が違うかっていうと、ここの伸びが違います。このサイズとかは全部一緒なんですけど、指を入れた時の伸びが、ソフトタイプはこんな感じで、力ほとんど入れなくてもピョーンと伸びます。ハードタイプも同じように、開く幅は同じぐらいなんですけど、このこれだけ開くために入る力がちょっとほんのちょっときつめです。なので、しっかりめのスマホバンドがいい方はハードタイプで、ゆとりがある方がいい方はソフトタイプですね。一点だけ注意があるんですけど、ケースを使わないで使ってる方はそのままもちろんつけられるんですけど、バンパーやケースをつけてる方はスマホバンドが使えないことがあります。こういった分厚めのバンパーの場合はスマホバンドは全くつかないです。完全に浮いちゃいます。ここは止まらないです。いろいろ試したんですけど、これくらいの厚さのケースだったらスマホバンドをケースの上からギリギリです、ギリギリですけど取り付けられます。で、使ってる時にここが外れてしまう心配もありませんでした。 iPhone を片手で上から下まで操作しやすくするスマホバンド、気になった方は概要欄から詳しくチェックしてみてください。ペガでした。動画をご覧いただきありがとうございました。アップバンクのファンです。ケンさんの小丸です。ペガクです。海大根です。アップバンクムービーでは、iPhone のアクセサリーや面白グッズなどのレビューをどんどん紹介していきます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。